解体験戦後の話があったのでちょっと今ふっと自分が体験した話なんですけど、うん、話して、うん、昔海南バス停のちょうどあの行っていいですかこれ場所海南のバス停の十字路があるじゃないですか、はい、海南って那覇のね那覇の海南那覇市、海南住所海南那覇市、うん日川の海南バス停っていうところがあるんですけど、そこの十字路があって、でそこで私ちょっとあのその角でちょっとブティックがあってアルバイトをしてることがあったんですよ、うん、昔19ぐらいの時かな。でそしたら店番をしてて一人だったんですけど、外からさザッ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 って音がするわけ。何時ぐらいそれ？夕方6時7時ぐらいだったの。でザッザッって音がするからなんだろうと思って、うん、で外からというよりももう耳のそばで鳴ってるわけですよ、うんうんうん、はっと思って周り見渡したりも何もないし、お店の中一人だし、でそれでもまたザッザッザッって音がするからこれおかしいと思って、うん、外に出たわけ。扉ボンって開けて、そしたら首のない兵隊さんの行列がずっと歩いてる、目の前おっとっていうのがあって、でん、うん、そこもだから あのちゃんと塩盛りとかもちゃんとお店やってたんですけどこの音だって本当にもうこの道の前をいっぱい。何時ぐらい？6時7時ぐらいだったと。夕方私が結局学校終わってからのバイトだったので6時7時、うん、夕方バス練始まってるな、うん、もうちょっと無視してそれとうまくからしてる。もうでも綺麗に覚えてなくて、首がなかったの？みんな首がなかったんですよ。みんな顔がないわけ、あの階段の歩道を歩いてたっけ。歩道じゃん、もうそのまま道をそのまま道路ね、道路をそのまま下に降りるような感じで、あちょっと坂になっていくんですけどね、うん、そこの階段って、うん、ずっと歩いてるわけ、うん、どこに行くのかな。ちょっとビビってしまってドンって閉めて、で塩ちゃんとあのね、一応いつも塩盛り用の塩があったから、うん、それを持ってもう表出たらもういなかった音もしなかったし、その時には国際通りとかそこら辺はそういう話多いですよ日本兵はね。6時って言ったら明るいですよね、明るい時間、うん、だからもう綺麗にっていうかもうはっきりなんかあの兵隊なのは分かるみたいな、うん、他の人もいるでしょ。いる、いっぱいいる。だってもうバス停なんかおじいおばもみんな立ってるし、でこれをすり抜けていくような、そうもう、うんうん、すり抜けていったのか、あでも車自体がもう見えなくなってた、自分がもうパニックってたのかもしれないけど、うん、もうこの兵隊しか見えなくて、はい、ちょっと別世界に行ってる、そういう感じですね、感情がね、トリップしちゃった。あれちょっと基本的なことを聞いていいですか、はい、ターカーさんって見える人なんですか。見え、たまにです。おお、たまにいっぱい持っていそうな、たまにでは、うん、たまにですたまにって言っとこうじゃないと向こう、やっぱり前も聞いたんですよ、多いですよ、ね、国際通りとかね、あの海南のこのバス停付近とか、あ、そうなんだ、それで、ね、海南あそこはもう激戦地で焼け野原だったじゃないですか、戦前をね、あ戦後すぐとかで骨とかいっぱい埋まってたし、今のあの丸々カレッジのある周辺とかね、丸々カレッジないんだけど、うんあそこら辺からその要するにそっち側の山の方にかけてはもう普通にこうなんていうのかな、お墓じゃないけど埋めてた場所みたいな、戦後掘り返したはずですけどね、なんかあの夜中ね、あの眠って酒飲んで眠ってたら列をなした一体来て、あ違うってさあ出くっていう話をしてた、そう知ってましたよね、うん自分の時9名ぐらいでした、9名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